皆様おはようございます、こんにちは、こんばんは。本日は窓マギの2話でございます。ではでは、それを楽しく見ていきたいなというふうにも考えますので、いきましょうじゃありませんか。お、変身のシーンでございますね。なんかいたよね、こういう人。この人は、鉄砲バンバンという能力はできるんだね。キューベイと契約したんだ、この子は。他の二人も契約したっけ昨日？ん？その後は寝た？それとも同じ日の繰り返し？え？いた。え？口動かすとも喋れるんだ。なんかこの格好だったっけ。ちょっとメイドっぽいな。プエラマギ。プエラマギってどういう意味？アフロになる。普通の魔法少女にもなる。ヒルみたいなやつに攻撃される。おっぱいがでかくなる。またアフロになる。あ、猫いた。このシーンにも。かわいい。猫との楽しいシーンだね。え？これ、二人いるんだよね。今キスしたよね。どういう仕組み？変身するシーンは二人が出るの？走り方かわいいよね。こういう感じな。あと普通の猫もいるね。だからあのキューベイっていう猫も普通の黒猫もいる。あ、黒猫は違う女の人の契約先かな。よくわからん。一歩入れないよ。先輩はちなみに男じゃないよって言わなくていいの？本当に人には見えないんだ。見えないんだね、ママには。ママ仕事できる。キャリアウーマン。あ、これゆうべのことね。さてさて。一人暮らし？どんだけ仕送りもらってんだ。すげえな。でもこれ女子高生じゃなくて女子中学生らしい。女子中学生で一人暮らしとかあり？まあ、女子変わらず。中学生って一人暮らしできるの？しかも高そうな家具やし。絶対に金もんやろ。美味しそう。そうなんだ。おお、願い事を叶う。すげえな。不老不死とかいいな。それはいいけど。おお。なるほど。じゃあこの子は素敵なマンションが欲しいって願って、その引き換えに、魔女になったっていうことね。社長かよ。この人は役員か。
なるのか、ママはなるんか、社長。はいはい。ママが社長になるか。まあめちゃめちゃ今役員とかそっち系やろ。だからあんなすげえデザイナーズマンションできるんだね。かわいいお家やな。魔法少女と魔女。 OKOKOK。 はい。そうなんだ。そうなんだ。そういうことか。ホムラは魔女？それとも魔法少女？キューベを殺そうとしてたよね。でもホムラは結構なんか重要キャラクターになってきそうやから、魔女じゃなさそう。お？付き合ってみないとか。魔女退治とか付き合うのか普通。 OK、 じっくり考えてみましょう。見ましょう。うん、この子はわからないからね。まあ、ずれされちゃった。頭で考えるだけで会話とかできるみたいだよ。もうすでにそんなマジで。テラパシー。今はまだ僕が間で中継しているだけ。でも内緒話では便利でしょ。なんか変な感じ。そうなんだ。超仲間外れやん。かわいそう。実はいろいろ、いろいろありましたよ。いいよ別に。え、カバン忘れたよ。禁断の声とか別にいいや。そんな人にはね、自分のまあいいや、どうでもいい。すごいね、この学校。どうして言ったでしょ、昨日のあいつこのクラスの転校生だって。ホームレでしょ。命狙われてるんじゃないの。むしろ学校の方が安全だと思うな。そうな。海もいるし。そっか。え、そういうこと？ちょっとめんどくさいな。OK。来た！大村！かわいい猫ちゃん。魔法少女やろ。じゃあなんでキューベを。ねえ。なんでやろ。
競争？どんな競争？おお。なるほどね。競合のもみ消しやわ、潰しやわ。指になった。可愛い指やな。ちょっかい出してきたら、ミキさんもともかくとして。これ英語ですか？この英語の教え方、俺は賛成じゃないな。こんな覚え方で覚える人いますか？俺は一番覚えが早かったのがもう体験？実務体験？その単語を適当に覚えて、それで会話をする。それでちょっと会話できるようになって、言語を少しずつ覚えていくっていう。うん。かかっちゃうね。二つ返事だね。Yes か No。あるのかな。俺別にないと思うよ。そんなになんか命をかけがえるほどの願い。俺も幸せバカってことやな。そうかもね。それはあるかもね。もう本当に欲しいっていう人は力の使い方がやばいとかあるんじゃない？マミがいる、うん、合図を送った。見とるぞこらって。手遅れですね。どうする？どうする？あなたも魔法少女になるつもり？私はあんたにとやかく言われる筋合いはないわよ。ほんまそれ。昨日の話覚えてる？何の話？ならいいわ。忠告が無駄にならないよ。祈って。OK。それ結構プライベートじゃないか？なかなかそれ簡単に言ったな。簡単に聞くね。命のかけがえにあなたは何を望んだのかとか。知ったばかりの相手にはそれがよう危険な。おお。仲間外れが続く。そのもっとなんか慌てた顔をしろや。結構年季やな。体験コース。OK。バットかよ。それよりあのポテチが、ポテチじゃない、ポテトが気になるわ。美味しそうじゃねえか。
絵ですか？かわいい。意気込みかよ。かわいいね。めちゃめちゃかわいい。これが昨日の魔女が残していた魔力の痕跡。オッケー。魔女探しは足だのよ。こうしてそのジムが捕らえる魔女の気配を辿っていくわけ。地味ですね。地味だね。ペルソナだったらさ、な携帯に出るけどね。なるほどね。犠牲にしたんだね。いいのよ。うん。やっぱりマミさんは正義の味方だ。それに引き換え、あの転校生、本当にムカつくな。うん。本当に悪い子なのか。マミがあかんという説はどう？マミが実はすごいヤバい人とか。今歩いてた子は誰？魔女なのかな？うん。うん。あの森とかね。あ、わかった。高いところか。ジャンプするから。今の女性がジャンプするって？マドカのママじゃないよね。マドカのママはそんな簡単に自殺するような感じじゃなかったけど。おお、やばいじゃん。ジャンプするやんけ。あ、助ける。魔法少女パワー、かい、リリース。OL だね。魔女の口づけ。これがつけると自殺したくなる。OK。かわいそう。勝ったな。お、魔女の到来。お、バットなんかすげくなった。コンボって言うんだっけ、こういうの。その世界に入っていくと、あ、来たぞ。ホームラン。でも、ホムラは、いい子でしょ？捨てた。コンボ使いうまいな。めっちゃ面白いな。めちゃめちゃ斬新だね、この。マドカ世界。す、What? What is in there? あ？これが魔女？やばいな。What?読めない。なんて書いてんの？すごいグロいだね。超面白いよ。
What? そんなもの隠してたの、隠してたのか？スカートの中に。帽子の中にも入ってた。やっぱりさ、鉄砲女性って可愛いな。足気をつけろ。あー、やられる、やられちゃう。うわー、魔女との激しい戦いやわ。窓か。契約しないと死ぬぞ。鉄砲だけじゃないってことか。そういえばこの白い糸も使えたんだよね。けどハサミ攻撃がある。魔女の、ピロ、フィナーレ、いわゆるビッグ鉄砲。蝶々の舞とお茶、美味しかったね。どんな戦いやねん、やばすぎやろ。で、どんな報酬もらうんけこれは。あ、グリーフシードが魔女の卵。ドロップアイテム。おお、ドロップアイテムだからな。ユーベよりちょっと色が濁ってるでしょ。そういえば、でもグリーフシードを使えば、ほら、あ、取ってくれるんだ、濁り。ね、これで消耗した私の魔力の元通り。へえ。魔女大使の見返りっていうのがこれ。そうなんだ。で、捨てるんだ。拾われた。ホムラさん、欲しかったろ。ホムラさん、あいつ。それとも人と分け合うんじゃ不服かしら。不服。あなただけのものにすればいい。お、怒った。そう、それがあなた。仲良くできなさそうだな。残念。やっぱり感じ悪いやつ。仲良くできればいいのに。ねえ。この女性は大丈夫？あれ、私は、いやだ、私、なんで、そんな、どうして、あんなこと。大丈夫、もう大丈夫です。かわいそう。悪い夢を見てただけですよ。一件落着って感じかな。叶えたい願い事とか、私には難しすぎてすぐには決められないけれど、でも人助けのために頑張るマミさんの姿はとても素敵で、こんな私でも素敵だったね。あんな風に誰かの役に立てるとしたら、それはとっても嬉しいなって。嬉しいね、かわいい。またね。嬉しくなったけど、クラクション？エンディングはこの絵だけ？そうか。なんかさ、そのボスとの戦い、魔女との戦いシーンってすごい面白いよね。なんか CG って見るとウォーってなるんだけど、いきなりなんかそういう、もう考えられない、なんだ、違いすぎる
紙の絵みたいなものが出るとあんまりにも斬新すぎてびっくりしちゃうんだよね。だけど新しい感があって面白い、すごく面白い。お、来たぞ。一人ぼっちで泣いてる？OK。もう何も怖くない。なんかマスク男が出てくるな。OK、皆さん。ご視聴ありがとうございます。次までよろしくお願いします。